鈴木商店。鈴木商店は、かつて存在、陶器場は、現存した、日本の財閥、商社、商能、佐藤貿易商として、世界的な拠点網を確立するとともに、製党、製粉、製鋼、タバコビールなどの事業を展開。さらに、保険、海運、造船などの分野にも進出し、ロンドンバルティック取引所で、日本企業として2番目のメンバーとなる。 鈴木商店の子会社の一つ、日本商業会社は、岩井産業と合併し、日商岩いへ、さらに、日面と合併し、現在の創実のルーツの一つでもある。1874年、明治7年、兵庫の弁天浜に、川越藩の鈴木岩次郎が、当時番頭をしていた、辰宮野の,の連和家けで、鈴木商店を開業する。1886年、 明治19年、後に鈴木商店を支える金子直吉が鈴木商店に鉄地暴奉公に入る。順調に売上を伸ばし、神戸八大貿易商の一つに数えられるようになる。しかし、1894年、明治27年に鈴木岩次郎が死去。廃業の提案をよそに、夫人の鈴木米、米が金子直吉と、 柳田藤松の両番頭に移民事業を継続する。その直後、金子は小脳の取引で損失を出す。しかし、鈴木ヨネはそのままの体制で経営を続ける。以降、大正時代には、下記の会社を次々と買収。1914年、大正3年、第一次世界大戦が始まる。当時、戦争はすぐに終結し、 戦争被害による影響で物価が下がるというのが大方の見方であった。鈴木商店は海外伝報を駆使して戦況を集め物価は高騰すると読み、世界中で投機的な買い付けを行う。鉄、小麦、船などについて日本を介さない三国間貿易を始めるなど、ちなみにこの三国間貿易を手掛けたのが当時ロンドン支店勤務だった。 高畑誠一である、独創的な手法で、売り上げが急拡大する。この頃、金子直吉は、ロンドン支店宛の手紙の中で、この戦乱を利用して、大儲けをなし、三井、三菱を圧倒するか、あるいはその二つと並んで天下を三分すると、記している。1919、大正8年から1920年、大正9年の前世時代。 鈴木商店の売り上げは16億円、当時の新入社員の初任給が70円、また当時の日本の GNP の約1割に達した。この額は三井物産や三菱商事を遥かに上回っていた。また、当時のスエズ運河を通過する船の1割は鈴木商店所有と言われた。第一次世界大戦での残豪の土能には鈴木商店のロゴ、菱形にサズーックの略記。 SZK の入った小麦袋が大量に使われたという。この資金を提供していたのは台湾銀行であった。1918年、大正7年7月23日から始まった米騒動の際に大阪朝日新聞は鈴木商店は米の買い占めを行っている悪徳業者であると攻撃した。これにより鈴木商店は 米花の高騰に苦しむ民衆の反感を買い、同年8月12日に焼き打ちされた。この事件を再調査した、城山三郎は、当時の鈴木商店が米を買い占めていた事実はなく、焼き打ちは、大阪朝日新聞が事実無根の鉄道報道を行って米騒動を煽ったことによる風評被害であり、鈴木商店と対立していた三井と朝日の共同防御という仮説を立て、 ノンフィクション小説、ネズミ鈴木商店焼き討ち事件として発表している。なお、この時、金子直吉の首に10万円の賞金がかけられたと言われている。第一次世界大戦後の反動で、株価、工業製品価格、船舶運賃が軒並み下落。株式を上場せずに、銀行からの借り入れのみで、運転資金を賄っていた鈴木商店は大きな打撃を受ける。 鈴木商店の資本金1億3000万円に対し、借入金が10億円を超えていた。1923年、大正12年3月14日、持ち株会社制へ移行するため、商号を合名会社、鈴木商店から、鈴木合名会社へ改め財閥本社とし、新たに株式会社、鈴木商店を設立して、全事業を分社化した。 これはそもそも台湾銀行側が金子を鈴木合名会社の子会社となる商社部門、株式会社鈴木商店に閉じ込め、その後目が届かないところで、親会社鈴木合名会社傘下の不採算会社を整理しよう、企んで提案したことであったが、金子が株式会社鈴木商店の専務取締役になると同時に、鈴木合名会社の無限責任社員にもなってしまった。 ため結局その企みは頓挫した。1923年、大正12年9月1日関東大震災が発生すると政府は震災手形割引損失保障令を交付。これは震災前に銀行が割引いた手形のうち決済、不能になった損失を日本銀行が補填するというものであった。この制度成立には金子から政治家への働きかけがあったと言われている。 鈴木商店と台湾銀行はこの制度を利用し、損失の穴埋めを行う。政府も黙認の態度をとっていた。1926年、大正15年12月末の震災手形の合計2億680万円の、うち台湾銀行は1億4万円で48%を占め、その台湾銀行の手形のうち7割が鈴木商店のものであった。 鈴木商店の震災手形の総額は、現代の物価に換算すると438億3752万8000円という巨額であった。1927年、昭和2年3月、当時の大倉大臣、片岡直春の、とうとう、東京渡辺銀行が破綻したとの出現、片岡の発言時点では、東京渡辺銀行はまだ破綻していなかったにより、 東京渡辺銀行は実際に、ほころび、他行でも取り付け騒ぎが発生する。そんな中で、同年3月27日、台湾銀行は、鈴木商店への新規融資を打ち切りを通告。系列化していた鳥取発祥の第65銀行に、鈴木商店を支える体力はなく市調達が不能となり、4月5日、鈴木商店は事業停止、生産に追い込まれた。 その前日の4月4日に、鈴木商店との絶縁を宣言した第65銀行であったが、鈴木商店倒産の煽りを受け4月8日から1ヶ月余りにわたり営業休止に追い込まれた。営業休止は、台湾銀行の台湾以外の店舗にも波及した、詳細は、昭和金融恐慌も参照のこと。第65銀行は、翌1928年、 昭和3年10月に、神戸銀行、厳密い住友銀行の源流となる神戸、岡崎銀行に、合場との上生産された。商社部門は1928年、昭和3年、金子の部下だった高畑誠一を中心に、鈴木商店の子会社だった日本商業会社を、日商と改め再出発を図る。また金子は、同じく、 鈴木商店の子会社だった太陽相談を太陽産業1949年昭和24年解散。太陽高校の前身と改め持ち株会社とし、同社の相談役として鈴木家の再興を図った。一時は神戸製工所を系列に持つなどした。なお、この他の鈴木商店の関連会社のほとんどは鈴木商店を当時目の敵にしていた。 三井財閥の系列に統合されていった。株式会社、鈴木商店と持ち株会社の鈴木合名会社は1933年に負債を完済し、株式会社、鈴木商店は1945年10月20日に解散し、その後、生産手続きに入った。現在まで生産の終了を意味する決領がなされていない。 1974年10月1日、職権により陶器用紙が閉鎖されているものの、陶器上は両者とも現存する。なお、鈴木米の彦で、太陽高校社長の鈴木一世は、鈴木商店が陶器上減現存することは知っていたが、企業としての鈴木商店の復活は考えていないと言う。鈴木の父である、鈴木春は、鈴木合名会社最後の社員であったか。 2016年に98歳で死去した。後日のように鈴木商店の流れを組む企業は多く、その中で商社の創実は写真サイトで鈴木商店に関連する動きを21世紀でも紹介している。2014年には有志、OB や関係者が1961年に発足させた辰巳会によるウェブサイト鈴木商店記念館が発足。 2017年7月7日には、神戸市中央区栄町通り7丁目の鈴木商店、本店跡に記念碑が設され、神戸市に寄贈された。内話、旧社名、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。